皆さんこんばんは。ジャーナリストの岩上康美です。私は今福島県相馬市にありますメンタルクリニックナオミ、そちらの方に、来ております。こちらで院長を務めております有塚良治先生にこれからお話を伺いたいと思います。有塚先生、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。先生は沖縄戦と心の傷というこういうご本をお書きになりましてですね、実は私どもニュース女子問題、今年1月にのもう早々に放映されたこの番組が随分ひどい内容だったということで、その内容を検証し、批判する報道というのを展開してきたんですけれども、それがなんていうか、いまだに尾を引いてて、関係者、番組関係者、出演者らがですね、真剣にこの例えば反省し、訂正し、そういう態度を示してくれていないので、いまだにこの問題は終わってないんですけれども、そういうプロセスの中でですね、私ども その IWJ の会員になってくださっている方から一冊の本、これが送られてきまして、読んでみてくださいと言われたんですね。そして読んでみたら、もう本当にいろいろと驚き、また沖縄には随分通い詰めてね、沖縄戦のことも取り上げてきたし、沖縄の人たちの思いもある程度分かったつもりになっていて、この戦争とか、あるいは戦争に反対したり基地に反対するということ、その思いを理解して報じてたつもりだったんですけど、分かってなかったなと。沖縄戦の体験というのが心に深い傷を負わせるんだということを分かってなかったと。あるいはもっと広く言えば、戦争そのものが身体に障害を与えるだけではなく、心に深い傷を負わせてしまう。それを知って、これはぜひとも世の中に紹介したい。長い書評と呼べないような長さの記事をスタッフの一人がですね、頑張っちゃって書いちゃいまして、でそれをですね、その長すぎるわ拙すぎるわなんで、私が手を入れてですね、前後編にして、その一連のニュース女子問題の第何弾という中に入れさせていただいたんですね。そういうようなこともありまして、先生とぜひお会いしてお話を伺いたいと思ってたところ、今度は先生はこういうかつての問題だけじゃなくて、今目の前の南スーダンの状況に対してね、自衛隊員がこの戦地となるであろうところへ、戦闘行為をやらされるであろうという前提で赴くということに大変危惧の念を持たれて、他の文化人と一緒にその記者会見を行ったり、それもまた報じたりしてきて、コンバットストレスというもので、これもお聞きしなきゃいけない。さらにはこういうですね、311と心の災害という、福島で起きたその東日本大震災のその災害と、それから復興と、それから終わっていない福島第一原発の原発事故、震災、しかしそれは物理的なものや放射能の被害、被曝の問題だけではなくて、経済的な問題はもちろんですけど、心にやっぱり大きな災害というかストレスをもたらしているというこちらのご本もあるので、相馬まで来てですね、お話を伺うんであれば、もうこの両方お話をね、別の別のカテゴリーに存在するものだと思われていることなんですけど、先生は両方手掛けられている。同じことなんですか。ということはどういうことなんですか。この原因がね、ストレスになる原因が、 PTSD を引き起こす原因が戦争と、例えばこういう自然災害がスタートするには、もちろん原発がありますけれどもね、全く別のことだと思うんですけど、先生は同じものなんだと。要するに、児童虐待であろうと、レイプ被害であろうと、戦争被害であろうと、あるいは
津波地震原発避難であろうとね、うん、その要するにトラウマが発生して、うん、その後トラウマ反応が引き起こされるという点では全く同じですね、うん、反応様式はね、戦争も震災もみんな同じです。なるほど、うん、あだから私は沖縄に行って沖縄戦の PTSD とかっていうものをまあ見つけて診療してたことが福島でそのまま役に立った。あなるほど、うん、じゃあ僕はこの今日はこちら戦争の話、うん、明日は全く違う原発の話、うん、こんなつもりでね前後編、2日続けてお聞きする、うんうん、しようと思ってたんですけど、構成もね一つつながりがあるんだというふうに思ってお聞きしたり、うんうん、あるいは皆さんに見ていただいた方がいいということですね、うん、ですね、まあ、原発放射能の問題は私精神科医だから放射能の問題は扱ってないんですけども、うん、原発から避難したことによるメンタルなトラウマの問題はかなり大きいですね、うん、でこれは日本人が向き合わないといけない問題だと思いますね、うん、と思います。あと当然のことながらまた地震があったりすると不安がよみがえりますよね、うんうん、実はここへ今日2時間くらい前ですかね、うん到着して、うんカメラのセッティングとか5弱あそうなんですよ、震度5弱の地震にここで見舞われましてですね、私311の直後、まあ、東京にいたわけですけれども、うん、その後東京でできる取材というものをダダッとやった後、うん、新幹線普通になってた状態の中、うんうん福島まで来たんですよ、うん、一番最初に取材したのは、うん、前の、県知事、佐藤栄作さんのご自宅に行ったんですよ。はい、それ以前から僕、はい、お会いしてて、はい、インタビューしてて、うん、でプルサーマルに反対して、うん、そして東京地検に、いじめられてですね、うん、あんな目に遭ったわけで、うん、ああこういうことが起きちゃったんだと思う思いもあったんでまず栄作さんのところに行きたいと思ったんですよ、うん、その佐藤栄作さんのお家も石垣が崩れてたりとかしたんですけど、うんうん、そこのお家に入ってインタビュー中2度震度5に見舞われた、うん、もう家がガタガタなってです ね大変でした。音がねすごいですね。音がひどいですね、ガタ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 なってね、あれを思い出しました、うん、だからあ急激に記憶がよみがえりますね、うん、やはり東京でもう地震があることありますけれども、うん福島に来てて大きな地震を体験すると、うん、あの頃の6年前の記憶とかがダーッと蘇ってきますね、うん、今ちょっとありありとそうした経験をしたかなという感じなんですけれども、まあ、こちらのご本をですねまたいつものように IWJ の会員の皆さんには、先生のサイン入りでお求めいただけるようにしております、先生にサインしてもらいました。まず一つこちらにはですね勝つためのコツは諦めないこととこういうふうに書いてくださってるんですけどこれは どういう意味ですか。これは辺野古の埋め立て反対 のテントに書いてあるスローガンですね。あ、うん、だから勝つためのコツは諦めない、うん、でも もっと違う読み方すると、うん、生きるっていうことは諦めないことだ、うんね、なるほど、うん、生きる、まあ、コツっていうか生きる鍵は諦めないこと、うんうん、なるほど。なるほど沖縄の人の思いってそうだと思いますよ。なるほど、うん、だから、うん、年寄り年取ったじいちゃんばあちゃんたちが座り込むのは、うん、生きることと結びついてる座り込むことは同じなの。なるほど、ね、裏表だ、うん、あと思います。なるほど、うん、そうせざるを得ないほどの、うん、逆に深い、うん、傷を負っているとか、うんうん、いうこともあるんですよね、うん、きっとね、うん、そしてこちら311と心の災害、うんうん、こちらには生きていれば、うん、まいいかと、こちらも何か同じようなことなんですけど、うん、ちょっと違う表現ですね。これはね原発で自宅を失ってふるさとを失って、うん、そして思い入れをいっぱい持って庭に花を植えて薪ストーブをつけてって、うん、うちだった若い夫婦がいたんですよ、はい、で避難して、はい、そこに住めなくなった、うん、でその人たちがそのお母さんがね、うんうんまあいろいろあったけど、うん、でまだローン払ってんだけどまだあったんだけど本当に旦那も元気だし、
息子も元気だし、うん、有塚先生にも会ったし、うん、まあいいかって言ったの。ああすごいなって こんな風に生きていくっていうのがね、生きるということをそんな風にして肯定する人ってすごいなと思った。これはやっぱあの震災を浴びた人たちがね、やっぱこれをこういうので大事にしなきゃいかんなと思った。それはあのやっぱりストレスで、うん、いろいろな症状が出てね、出てね、先生のところに、うん、診察に来られた方なんですか。そうじゃあ苦しんでらしたんだけど、うん、まあ、気持ちを立て直して、うん、こういう言葉に、うん、を言えるところまでたどり着いたと、ね、うん、そう、うん、うん、まあ辛かったでしょうね、まあ、そのお母さんの言葉だね。うん、なるほど、うん、です。両方とも先生が見たり聞いたりあるいは診察したりしている中で巡り合った言葉をいただいてまいりましたというか、私がいただいたそれまた我々がいただくということでではないかなと思います。ぜひお求めいただければなと思います。ということでまず有塚先生のご紹介なんですけれども、先生はまあいわゆる団塊の世代ですよね。1947年まで終戦2年目ですよね。本にはですね、あの47年生まれとしか書いてなくてどちらご出身か書いてないんですよ。あのなんていうかな、こちらの85年から97年まで青森県の弘前市の藤代県政病院院長というところでずっと やられていたと書いてあって、その後沖縄の病院勤務ということで、沖縄の方ではない、そうではなくてこう青森でいるんだから青森の方なのかな、こういうふうに思ったんですけど何も書いてない。先生青森のご出身なんでしょうか。ではないんですね、あの生まれは福井県なんです。福井県 あの東尋坊の近くですね、うん、はい、海沿いですね。海の遠鳴りを聞きながらの開拓地でしたね。あ、うん、ちょっと3キロぐらい離れてるね、うん、お父さんがそちらのご出身だったという、うん、父親があの福井の出身で、うん、で旧制中学終わって満州鉄道に行って、うん、そして現地で召集されて、うん、背中に傷持って帰ってきて、うん、であれは何だったのか、あの満州鉄道で割と優秀だった人だから、うん、あの国鉄とか当時の国鉄とか市役所とか あの就職の勧めがあったんだけど、うん、全部断って、うん、あれは何でしょう、懺悔なのか、うん、戦争のね、うん、懺悔なのか、いきなり開拓しに入って百姓、にわか百姓になっちゃった。あ、なるほど。でだけどそのにわか百姓なんて食っていけないので、うん、私が小学校5年までやってちょうど6年の時に、うん、母方の青森県弘前市に引っ越しした、うん、あ、そうなんです。離農したんです。あ、なるほど、うん、ご家族で、うん、あ、そうか、うん、それでじゃあ先生は途中まで福井でも生まれ育ちだったけれども、うんうん、青森にご縁があって、うん、あとは青森で、うん、あのお過ごしになるわけですよ。で、うん、弘前でなんとか学校出て、うん、弘前大学の医学部を出た、うん、あ、なるほど、ということですね。なるほど、なるほど。あのお父さんもそうすると戦争トラウマの、うん、にかかっていたお一人ということなんですね。ですね、うん、だからあの60過ぎてから毎晩夜中叫んでましたね、わーって。あー、今思うとあの戦争トラウマだし、まあ、なんか親父の一生を見てると若い時から貧乏して満州に行って戦争をかぶって開拓でまた貧乏して、うん、で食っていけなくて、あの長男だけど、うんうん、親戚みんな捨てて、うん、福井から青森に引っ越しして、うん、で戦争でなされて、うん、で死んじゃったからなんか 不幸だなと続く思いますね、うん。僕の父親はですね、うん、大正一桁生まれで、うん、戦争やっぱり行ってる、出征してるんですね、うん、フィリピンに行ってまして、うん、でまあ、マラリアと、うん、もう飢餓で、うん、肺炎になって、
この、まあ、候補に送られて、うん、で今度入れ替わりの舞台が玉砕してしまうということになるんですけど、やっぱり今おっしゃった夜中にうなされているっていうのは、うん、ありましたね、うん、あ悪夢ですね。あでも全然言わないんですよ、うん、何を見たのとかいうのを子供ながらに聞いてもですね、うん、ごまかすんですよね、うん、で戦争の話も一番コアなところ、人を殺したのかとか、うん、殺されそうになったのかとか、うん、やっぱり殺人というところですよね、うん、まあ、殺されたんだったら今意味ないですから、うん、そこはやっぱり回避して答えないんだけれども、うん、あの周囲の話はしてくれる、とりあえず内務班の暴力はもう本当につらいもんだったっていうことが多かったり、腹が減ってもう減ってしょうがなかったとか、うん、お父さんの話は聞かれました先生、うん、戦争体験は、まあ、戦場で背中を撃たれて